どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスがですね、またね、やってくれましたということで、こちらのキャンペーンですね、ポイントサイトハピタスのポイントを JAL マイルに交換していただくと、誰でも交換のポイント数の 15% 分のポイントがもらえるキャンペーンということで、こちらね、先月から始まってたんですけども、なんとね、今回延長されましたっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、昨年の11月ぐらいからですね、ポイントサイトハピタスっていうのは、マリオットボンボイポイントにね、交換が開始したり、またね、マリオットボンボイポイントのポイントへの交換増量キャンペーンをやったりとですね、本当にね、おすすめさせていただいているこのね、ポイントサイトハピタスなんですけども、今回ね、JAL マイルの交換でのボーナスポイントということで、結構ね、いいキャンペーンという風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。期間が2023年の3月31日23時59分までっていう風になりまして、エントリー不要っていった形になります。で、特典がですね、今回ね、3つに分かれておりまして、まず特典1が、ハピタスから JAL マイルの交換で、15% ポイントがもらえるキャンペーンですね。で、二つ目ですね、ポイントサイトハピタスのポイントを JAL マイルに交換していただくと、最大1000マイルがね、もらえるキャンペーン。で、3つ目ですね、ハピタス会員ランクに応じてさらに 5% もらえるっていう風になります。で、今回ね、特典が3つに分かれておりまして、この3つのね、ポイントの付与時期がね、こういった形になってるんですよね。まあ、特典1であれば2023年2月に交換した場合は3月の中旬に付与っていう風になりまして、3月にね、交換した分に関しては4月中旬にね、付与されるっていった形になりますんで、ご利用ね、される特典ね、人によって分かれるかななんていうふうに思いますので、まあ、もし利用していただいて、後からね、あれ、いつだったかなみたいな感じで思われた方はですね、こちらの表ね、また見てね、思い出していただければななんていうふうに思いますので、特典によって付与時期はね、微妙にずれておりますので、この点はね、注意していただければなと思います。それではですね、特典1からね、詳しくね、解説させていただきたいと思うんですけども、まず一つ目のですね、ハピタスポイントを JAL マイルに交換すると、15% のポイントがもらえますということで、こちらはですね、増量されるのは月に1回初回交換時のみが対象っていう風になりますんで、少しずつね、交換されるとですね、非常にもったいないっていう風になりますんで、こちらのキャンペーンね、利用される方は月に1回初回にですね、できるだけ多くのポイントを JAL マイルにね、交換していただければなと思います。で、またですね、こちらのキャンペーン1月から始まっておりまして、1、2、3っていう風になるわけなんですけども、まあ最大ね、この特典1のキャンペーンに関しては、期間中2回ね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ2月と3月でね、これからね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ1月ね、こちら利用されている方に関しては、まあ1、2でね、利用していただくっていう風になりますんで、1月、2月、3月ね、全部利用できるわけではございませんので、この点を注意していただくのと、このハピタスポイントっていうのはね、上限が3万ポイント、1月までね、交換できるポイント決まってるっていう風になりますんで、まあちょっとね、こちらは一部の方ね、上限、突破とかもね、上限付きであったりするんですけども、まあ普通の方にはね、まあ無理だななんていうふうに思いますので、まあ基本的にはね、月3万ポイントまでっていうふうになりますんで、こちらもね、覚えておいてください。で、次にね、特典2ですね。初めてハピタスポイントを JAL マイルに交換していただくと、最大1000マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、これはですね、交換するポイントによってもらえるマイルが異なるっていう風になりまして、5000ポイントから9000ポイントでですね、交換していただくと、500マイル。1万ポイント以上交換していただくと1000マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、まあこちらに関してはですね、できるだけ1万ポイント以上ね、交換していただくのがね、おすすめっていった形になります。で、特典3つ目ですね。ポイントサイトハピタスはですね、会員ランクっていうね、こういったのをね、制度を結構前に作ったんですよね。2021年ぐらいだったと思うんですけども、まあこういった形になりまして、ブロンズ、シルバー、ゴールドということで会員がね、分かれております。で、このね、一番下のゴールド会員になるとですね、
こちらね、交換したポイントの 5% がもらえるっていう風になるんですよね。これすごいですよね。ポイントサイトハピタスのね、ポイント交換上限、先ほども言いましたけども、一月3万ポイントまでしか交換することができないんですよね。で、3万ポイント交換してやって、5% 戻ってくるっていう風になりますんで、これを計算するとね、1500ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、ゴールド会員になるとですね、こういった特典もあって、今回のキャンペーンもですね、こちらね、対象になるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、このゴールド会員っていうのはですね、まあ、どれぐらいハードルが高いのかっていう話なんですけども、正直ですね、ポイントサイトハピタスをメインで使ってたらね、そこまで難しくないっていう風になりまして、条件はね、過去12ヶ月に5000ポイント以上の獲得と、12件の案件利用が必要っていう風になるんですよね。で、この案件利用12件に関してはですね、モニターが利用できなかったりとかね、まあ条件はあるんですけども、こちらね、アプリダウンロードして、何ポイントとか、まあ無料会員登録、私のね、コミュニティ欄っていうところでね、動画では発信してないんですけども、まあそういったところはですね、本当にちょっとしか、本当に20円とかね、25円とか、本当に少額のポイントがもらえる案件とかをね、やって、まあこちらを達成していただくみたいなね、まあそういったのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますし、結構ね、簡単にこちらもね、本気でやればね、達成することできるっていう風になりますんで、まあ、ポイントサイトハピタスね、今ね、マリオットポイントにもね、交換できるようになって、非常に強くね、なっておりますので、まあ、できるだけですね、このね、ゴールド会員もね、目指していただければな、なんていう風に思いますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、挑戦してみていただければな、と思います。ということで今回ですね、ポイントサイトハピタスが JAL マイルの交換していただくと 15% ポイントもらえるキャンペーン延長ということで解説させていただいたわけなんですけども、今回のね、キャンペーンの交換率ですね、本来JAL マイルの交換っていうのは、ポイントサイトの場合は1万ポイントがあると5000マイルっていう風になりますんで、まあ、今回ね、15% のポイントが戻ってくるっていう風になりますんで、まあ、1万ポイントを交換すると1500ポイントが戻ってくる感じになりますよね。ですので、実質8500ポイントで5000マイルがね、もらえる計算になりますので、実質の交換率は、特典1のやつだけだと 58.8% ですね。で、特典2を入れると、プラス1000マイルもらえるっていう風になりますんで、これだと、70.6% っていう風になりまして、さらにゴールドランクだと 5% 返ってくるっていう風になりますんで、こちらだとですね、6250マイルになりますよね。1万ポイントを交換して5000マイルで、さらに1000マイルもらえて 5% で500ポイントで250、そうですね。ですので合計6250マイルがね、獲得することができるっていう風になりますんで、交換率にすると 73.5% ぐらいね、なってくるかな、なんていう風に思いますので、まあ、ポイントサイトからの JAL マイルっていうのは基本的に 50% 交換率っていう風になりますんで、まあ、そう考えるとですね、今回のキャンペーンね、かなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。またね、ANA マイルね、貯められている方はですね、今ね、T ポイントの交換も 4% 増量、またね、ゴールドランクであれば 9% 増量キャンペーンもね、やっているっていう風になりますんで、こちらもね、特にエントリーもないですし、条件とかもね、ありませんので、ぜひね、こちらも、ANA マイルメインで貯められている方はですね、こちらでもね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、ポイントサイトハピタスね、ちょっと前まではですね、交換率もっと高くて、条件があったみたいなね、まあ、そんな感じだったんですけども、最近やっているキャンペーンに関しては、まあ、誰でも利用することができて、条件もなかったりしますんで、非常にいいですよね。ちょっとね、条件があるとですね、まあ、その方がね、交換率が高いんで、まあ、メインで使うんであればね、そんなに問題はないんですけども、やはりね、誰でも何度でもとかね、まあ、こういったキャンペーンだとね、利用しやすいですよね。今回ね、JAL マイルの増量、またね、T ポイントの増量もね、やっておりますので、ポイントサイトハピタスのポイントね、保有されている方は、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。